東部方面隊は陸上自衛隊の方面隊の一つである。防衛大臣直轄にあり、関東地方、甲信越地方及び静岡県の防衛警備や災害派遣等を担任。方面総幹部は浅香駐屯地に置かれている。東部方面隊は一個師団及び一個旅団を基幹兵力としており、艦内には34個の駐屯地、2個の分屯地、11個の 地方協力本部が配置されている。首都圏の防衛警備を担当しているため、各種の国家行事に参加する機会が多い。方面総監部が1994年から所在する、朝霞駐屯地に隣接する、訓練場は、3年に一度開催される、中央関越式の式典会場でもある。東部方面隊総監部付中隊を総監部付隊に改、改編。 東部方面航空隊を新編。師団制への改編により、第一艦区隊は、第一師団に、称号変更、改編。第十二師団を新編。第一師団を整形中枢師団に改編。東部方面後方支援隊及び、東部方面衛生隊を新編。東部方面武器隊を廃止。第一師団を、即応近代化師団に改編。第一教育団を、 東部方面混成団に改編。第6地対艦ミサイル連隊を廃止。方面総幹部防衛部にシステム通信課を設置。東部方面通信軍を東部方面システム通信軍に改編。霊下に第302システム防護隊を新編。東部方面総幹部は東京都練馬区の浅霞駐屯地にある。ありがとうございます。